ます。今起きたばっかりで、朝の7時半です。声がガラガラ。今クマさんが会社に行く準備をしてバタバタしております。ということで私も朝準備してご飯を作って、もう顔がやばいですね。じゃあ朝ご飯作ります。はい、朝のヨーグルト作って食べます。これ常に作ってある手作りヨーグルトです。はい、できた。すごいシンプルな朝ごはん。朝あんまり食べないんですよ。美味しい。今洗濯物している間に字幕やります。だいたい朝は YouTube の編集か字幕かブログ書くかやってます。美味しいやつ、はい、動画を撮る準備をするので今から化粧するんですけど、その前に出前注文します。動画で食べるやつ、今日は中華ですね。で、出前が届くまでに化粧を終わらせて準備するっていう感じです、いつも。はい、じゃあ注文が完了したんで化粧していきます。終わった。はい、じゃあ今からこれで出前が届いたら動画撮ります。だいたい私の化粧は15分ぐらいで終わります。はい、出前届きました。じゃあ今から動画撮っていきます。今日は最近リクエスト結構いただいていた韓国の中華のチャジャン麺と炭水肉食べたいと思います。メインチャンネルの撮影が終わりました。で、ここからね、セカンドチャンネル撮ります。いつもだいたいこのセッティングした状態でね、そのままセカンド撮るんですよ。始末セカンドです。今日はね、韓国のコンビニで見つけたこのマスカットのグミなんですけど、日本でこれ人気のコロロにすごい似てませんか。はい、じゃあとりあえずある程度終わったんでバイオリンに行ってきます。はい、到着しました。で、終わったら夕食の買い物に行こうかなと思います。もう聞いてる方がいますね、今今夕食の食材買いに来てます。もう普通にスーパーで買い物してるおばさんです。カレー、今日は日本のカレーですね。クマさん大好きな中辛、我が家は中辛か辛口かどっちかです。ついでに動画用のね、飲み物もちょっと見てます。スーパー来たら大概ね、動画用のものいろいろ探すんですよ。まあドリンクとか面白いのが結構新商品でね、いろいろと出るんで。はい、家に到着しました。今からね、夕ご飯作るんですけど、でね、日本語の授業の仕事がある時はバイオリンから直接仕事に行くんですけど、今日はね、仕事がない日なんで、そのまま帰ってきて、もうあとはご飯作ってっていう感じですね。まあ、同じ平日でもね、結構まあルーティンは違うんですけどね。まあでも今日は仕事がない日の平日のバージョンです。早速ご飯作ります。今カレーも作り終えてご飯炊いてるんですけど、クマさん帰ってくるまでまだかなり時間があるんで動画編集やります。はい、とりあえずセカンドの動画が1本できました。あー疲れた。でも比較的セカンドはね、動画編集とかいろいろ早く終わります。はい、今日の夜ご飯はカレーです。すごくね、具の少ないカレーになってしまいました。ご飯はね、玄米と混ぜてます。そしてサラダ、我が家では絶対サラダにチーズ入れますね。あと日本から持ってきた福神漬けとか、ちょっとしたねパプリカやらなんやら。はい、ご飯食べ終わって洗い物も終わりました。じゃあ今からね、お風呂入ってきます。でね、洗い物するシーンとか食べるシーン撮るの忘れてましたね。ちょっと若干雑になりかけてますけど。すいません。はい、じゃあお風呂入ってきます。今ね、シャワーしてパックしてます。今からね、ちょっとパックする時間と、あとパックした後も続けて編集していこうと思います。動画編集。はい、ちなみにこんな感じで今編集中です。じゃあやっていきます。はい、編集が終わりました。ということでね、今からツイッター返信したりブログ書いたりしながら寝たいと思います。以上、こんな感じでした。おやすみなさい。